潰れた猫のような声が。これ。でも太もものが痛い。そうっていうかね、ここがね硬すぎてね、まだね感触がね。今からの方が効いてくると思います。ただ息が出てこれ。ちょっと息する。ちょっと息する。肩にきます。なんだろう、ここら辺が、ここが硬いとね、ここに行くんですよ。そう、ここら辺がなんか引っ張られて、なんか痛い、痛くて、なんか息が、なんだろう、ちょっと止めましょうか。いや、痛みはいけるけど、なんだろう、引っ張られますよね。なんて引っ張られてる。だからね、ここがきついと肩を引っ張っちゃったりするんですよ。で、逆に肩がきついとこっちも引っ張ったりとかするので、ガチガチじゃないですか、まだまだお若いのに。座骨 M 痛がある人ってこの辺がね硬くなるんですよ、こいつ。本当痛くないけど、ここが痛い。それをはっきり言われる方に珍しいんですけどね、めちゃめちゃ。なんで。たたたたたたた、こっち痛いよ。痛い。これが普通だから。押さえたらこれお尻がピクピクしてるでしょ、ちょっとしてるんですけど、これなんでかっていうと筋がね硬くなってってピクピクなっちゃうんですね。痛い
ぱり右を抱く、まあね、痛い痛い痛い、でも痛い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 、いい感じ。でも確かにいい感じでしょ。ごめんなさい、もう一回だけ反対側向いてもらっていいですか。ごめんね。よいしょよいしょ。というのはやっぱり楽になってもらいたいのね。そうですよね。頑張ってきたもん。痛い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 よ痛いよ痛い痛い痛い、でも確かに、ね、マシになってきてるでしょ。あった痛い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 